さあ、メタテやりますんで、またここへ来てください。テキストにありますように、メタテをする場合に、絶対やっぱり、守ってほしいって言うんですけども、最低限やっとかなきゃいけないのは、この機体の固定です。ね、今、この万力を持ってきてやってますけれども、ヤスリを動かして、機体が動くようでは、ね、その正確な、目立てはできませんので、まあ絶対ですね、絶対これを固定はしてくださいね。でこの万力ね、持って歩くのは大変やから、山現場やったら、現場やなくても、まあ、こういうところでもいいんですけれども、ちょっとこう分厚い木にこういうのを打ち込みまして、これはもう知ってますね、こんなのね、結構売ってます。ホームセンターでも最近売ってます。打ち込んで、ここを挟み込んで固定する道具です。これを使って、必ずね、やってください。時々見られる方はこう慣れてくるとね、ここにこう抱え込んでこうやって斜めにしている人もいます。あれはですね、その刃先がちょっとこう、なんていうか、いわゆる切れアームとか言うんですけれども、使ってて、もう少し刃の先だけね、ヤスリかけたいなという時にはしてもね、そのままこうするだけですからいいんですけれども、もう角度やとか、昨日言ったように、全体の刃の形とかというのは、こんな斜めにしてて見ることできませんのでね。ですからやっぱりこうして、正確に固定をして、するのが、目立てやと思ってくださいね。こうやってるのは、ただその刃先にヤスリをかけて、切れ味を、とりあえず戻そうという、そういう目的でやってられますからね、あればね。ずっとあれでやってるっていうことではないんです。皆さんやっぱりこう事業所を変えればきちっとこうしてやってるわけなんでね。はい、それで、目立てです。で、昨日言いましたように、大事なことは良い形、使いやすい形の、昨日言いました、上刃の目立て角が30度やとか、これもマイクロチゼルなのでね、それから横刃の目立て角が85度やとか、それから上刃の切削角、横刃の切削角が60度ですよというようなことを皆さんも知識としてもうお持ちになりましたので、正しい形っていうものを描いてもらったよね。でそれをこう自分の刃とこう照らし合わせて、そしてそれを作っていく仕事なので、何もそのどうせやこうせよということではないんですよね。だからそのやり方だけこう見て、それを真似ても何も面白くないでしょ。だからその目立て、皆さんやらなくなるんですね。そうじゃなくて、正しい形を覚えといて、それを何かいろんなこう工夫しながら、自分の道、自分の道具だって、その丸やすりは丸やすりなんですけれども、やり方ですよね、どうこうやった方がいいなとか、そういうようなことを工夫してやってもろて、するのが、面白いわけなんでね。そうやって、目立てをぜひ面白くこうできるようにやってみてください。本当に私らでもこうやり方の格好をこうばっかり教わったんでね、だからこうどうもうまくいかへんし、もう面白くなかったですよね、初めのうちはね。でもそうですね、やっぱりこんな風にして、皆さんの前で喋るようになってからですね、やっぱりそのもうちょっとこう形を突き詰めるというか、そんなことをし始めたのはそれからですので、そうするとやっぱりなんとなく面白いなと思うようになりましたです。はい、そしたら昨日言いましたような、その形を作っていく方法ですけれども、別に難しいことはなかったですね。この前の、最後読みましたように、153ページですね、153ページの括弧4の下側4行です。マイクロチゼル、もう一回読みます。チゼル型の場合、
これチゼル型の場合って書いてありますけど、これ間違いです。昨日も言いまして、チゼル型というのは丸ヤスリはできひんと言いましたけども、これちょっと間違いっていうか、もう本当に間違いです。これチゼル型はできません。ヤスリは原則として、むしろこれマイクロチゼル、セミチゼル、そういうことですね。やはりヤスリは原則として水平に当てますと。水平に当てます。この前言いました。水平に当てるというのは、刃が水平に座ってたら水平に当てるのはいいんですけれども、要は上刃に平行に当てろということです。上刃がこうあって、それにこうではなく、こうではなく、上刃にこっち側も、こっち側も5分の1頭が出るようにしろということです。こうじゃない、こうじゃない。ピタッとどっちにも5分の1が出るように当ててくださいということです。で、これらの刃は、これらの刃はフック型になりやすく、こうやって、だからこうやって今言いましたように擦ります。そうすると昨日も言いましたようにフック型になるんですね。60度5分の1が出る、頭出るようにしますと、上刃の切削角は60度になりますけども、同時にこの横刃の目立て角も60度に近くなってしまいます。まあ60度になってしまいますというところを思い出してくださいね。変な ややこしな話ですけどね。今日は近くに寄ってもらってるんで、もう一回言いますけれども、ヤスリの上刃の上、ヤスリの径の5分の1が乗り出すように平行に当てて擦れていてですね、これ書いてあるね。そうすると上刃の切削角、刃先角は60度のものが出来上がりますが、ところがこの上刃の一番奥側にある横刃の目立て角がもう60度に、これちょっと斜めになってるから60度とは言えませんかもしれませんけど、同じく60度になってしまいますわね。こうですもん。で、上刃を60度にしたら横刃の目立て角も60度になります。ところがあるようにここは85度にしなきゃいかんですね。85度ですから、ここにあるように、これはフック型になりやすく、フック型が目立つようになったら今度は手元を下げて、これもまさしくフックですけども、こういうのがフックですけども、そうしたらまさしくフックですね、これね。手元を下げて、このフックにこうかぶってる部分をすり落として85度にしてくださいと書いてあるんです。はい。手元を少し下げてすり込み、フックになった分、少しですけどね、ちょっと結構もう、キュッキュッとこう下げてフックを取り除いた方が早いですね。でフック型が直ったら、今度は上刃を整えるというのは、フック型が直ったらここのところをすり下ろすわけですから、上から見たらこの上刃のここのところがなくなるわけですよね。ですからこれを、船底になっている上刃を今度は軽く直線に直してくださいということです。ただし上から見てこんな風にとんがりませんよ。ここのとこがもうなくなってるわけだからね。こうなってますけどね。わかりますよね。フックの刃っていうのは上から見たら、なんちゅうんですかね。こうヤスリが当たりますから、こうかぶるように乗ってます。上からこれ上に乗ってます。ここヤスリがこういうふうに乗ってますからね。ちょっと変ですね。ですからこれを今みたいに取るわけですから、上から見るとここのところはこういうふうに見えますわね。こういうふうにね、本当にとんがっては見えません。まあそれは当たり前の話ですよね。これ、実際のこう見てもらうと分かるんですけれども、ですからこんなふうになってるっていうことは、これ言うたらフックですよね。これはなぜかというとチゼルです。角刃でしょ。角刃に丸ヤスリを使ってるから当然こうなりますわね。
ですからこれちょっとおかしいでしょ。マイクロチゼル、チゼル型の刃を構成っていうのは、まあちょっと間違いやと思います。チゼルはできません。こんな刃になってしまいます。こんな刃って言ってません。これ良くないですよ。使いにくい刃ですからね。これはものすごい光りますよ。これ切れるスピードは確かに速いですけどね。はい、そういうことです。ですからこの4行です。やることはこの4行、ですからもう一回また同じことを言いますけども、まあやり方、これはまあ参考にしても大変ですけども、私はですねちょっとこう始まりの印だけいきまして、両手使います。両手使います。絵をつけまして、ちょっとね今日本当はもうこの刃は半分以下になってますから 4.8 ミリじゃなくて 4.5 ミリのヤスリ、あるいはまあそうやね 4.5 ミリのヤスリを使う必要があるんですが、ちょっと 4.8 ミリしか持ってきてませんので大きすぎます、このヤスリではね。まあやることだけ、はい、平行にですからこうじゃなくてこうじゃなくて、そして30度ですから、最近はこれガイドラインが入ってますけども、例えばこういうものを使えば、これマグネットで引っ付けまして30度のライン入ってますんで、こうしてこれに平行にこう動かしてやれば30度ですね。で30度、こうじゃなくてこうじゃなくて5分の1を上に出す。だから5分の1を知るには最初はその補助具がいりますね。もうこれ以上入らないようにするような補助具が入ります。でも大体慣れてくるともうこれぐらいやったらちょっと上がりすぎてるなとか下がりすぎてるなとかっていうのがなんとなく分かってきますので、これはちょっとだからヤスリが太すぎますね。はい、でもまあちょっとやりますよ。平行にですから同じようにこう、動かしていくわけですね。同じようにでそのこうでこうではなくこうではなく平行にね。はい、そうしますと書いてあるようにフック型になってくるわけだから、手元を下げてこのフックかぶってきた部分を取り除くわけやね。ところがこうすると、フックの部分を取り除いたわけやので、この上歯が曲がってしまうんですよね。直線にならないんで、もう一回今度じゃあ上歯だけ軽く直線にこう直してやるということです。こういうことです。以上です、はい、そうなんですよね。だからこれもうやることないんです。平行に動かします。まあ、これね回数を決めた方がいいですね。まあ後で言いますけども、大きさを揃えるっていうことでしたでしょ。だから壊れた歯を直してしまうと、もうその壊れた歯っていうのは小さくなりますから、正常な歯をずっと触っていくのなら同じ回数で5回なら5回をヤスリで動かすということです、そしたら、このフックの部分を取り除いてもう一回上歯を動くな、正しくまっすぐにしてやるということですね。はい、もういいですね。3、5回ですかね。4、5回です。そしたらフックを取り除いて、そしたら上歯をもう一回まっすぐ直してやる、こういうことです。はい。最後の最後の上歯を直線直すときに、ちょっと気持ちなんか、はい、そう。ちょっと跳ね上げてやると分かりやすいんです。歯が治っていくのがね。うん。跳ね上げるっていうことはあんまりいいことではないんやけども、最後の修正だけちょっとこう跳ね上げてやると薄い部分がこうバリが取れて分かりやすいので。ちょっと上げ気味って意味。そうかもしれません。ちょっとね、はい、ちょっと上、気持ちちょっと、そうかもしれませんね。上気味を吸ってるかもしれませんね。その方がやっぱり早いこと
あの修正が効くので、だからあの例えば修正をするときには思い切って太い丸ヤスリ使うてもらったりした方が、例えば大きな刃を小さくするんやったら、この標準のヤスリ使ってたら結構長いことかかるんですよ、小さくするのはね。だから大きな丸ヤスリ使うとか平ヤスリでもいいんですわ。平ヤスリ使ってザクザク吸って大きさだけ揃えてから丸ヤスリを当ててやるというふうにした方が早いですね。あの平ヤスリで擦り込むなんてなんか怖いような気がしますけども、あの別にもう大きさを揃えるんならそうしてやって、それから標準の丸ヤスリを当ててやるというような使い方をした方があの早いこと修正ができますのでね。そちらからは右の刃だけをやって、今は右の刃だけです、はい。これもね、あのさっき言ったようにどんなやり方でもいいということは逆からもあの可能なんです。これも可能なんですけども、あのやっぱり慣れないと、ちょっとこの先端のこの部分が指先に来ることがありますんで危ないでしょ、こういうふうに来ますからね。こうじゃないから、この先端の尖った部分がこっちに当たってくるじゃないですか。でもあの構いません、やったらいけないということではないです。ですからそれはもうそのさっきから言うようにやり方にこだわらなくていいということは そういうことですね、はい。その形、正しい形さえできたらどんなやり方でもいいですよということです。はい、まあいくらまあですけども、はい、こう5回吸ってこれで手元下げて直して、はい、もう1回ですね。そして私はあの両手で使ってますね。これ両手で使いなさいという意味では ないです。これも私はあの片手でやっていた時期もありますし、ただこの両手でさえあのやってた人のを見てたので、両手の方がなんかあの自分でやってみても使いやすいのでね、両手でやってます。片手でもちろんやる人の方が多いですよ、こうやってね。で両手の良さはあのヤスリがぶれないし、この上下を安定させることが結構できます。片手はねどうしても下へ当てようとしますので、あの、まあ、途中というより変ですけども、横へこう送る力っていうのは両手で使う方があの使いやすいというか、そんな感じがしますね。でもこれはあの両手で使いなさいということではないですね、どちらでも大丈夫です。それからあの大きさという話をしましたけれども、刃の大きさを揃えるのは大事ですよという話しました。ただどうしたら揃うかというと測るしかないんですよね。ノギスですか。これノギスです、これしかし今便利な、ね、デジタルノギスがあります、あのバーニア読むのはねもう私らも目が見えへんから無理だけども、これはもう数字で、コンマ1ミリまで読んでくれますんで、これをこの刃の大きさということはこの何ていうんですかね、有効な刃の方ですよ。こっち側じゃないね。全長の広い方です。はい、これを揃えるわけです。揃えるにはどうしたらいいかというと、まあ測って全部測らないからですね。はい、やり方はですね、ノート、古いノートでも持ってきまして。印いきまして、それから全部右なら右をずっと測っていきます。今やった 4.5 前後ですかね。これちょっと大きいね。これちょっと大きさが出てますな。まあ 4.5 前後ですね。 4.3 4.5 ずっとやっていきますね。そうするとあのちっちゃいのが出てきますわね。でちっちゃいのに揃えないと揃いませんわな。大きいできへんもんね。
だけどもあのちっちゃい一番例えば 3.8 ミリが一つあったとしたら全部 3.8 に線なんかというとそうではなくて、まあ許容範囲みたいなものがあります、それがあの前後 0.2 ミリって言ってますね、例えば5ミリにするんやったら 4.8 から5.2 までね、そうするとこう 0.4 ミリぐらいの小さいな同期のは差が出てきてきますけども、まあ、このぐらいはよかろうというように言われております。 0.2 ですからこれをまああの、まあ、見つけたいわけですよね。そうすると一番あの、まあ、測ってみて多いっていうかな、まあ、多いところやな。でもこの辺で一番あのたくさんっていうかあの決めてしまうとあの無理ですわね。下の方を揃えることはね、まあ、中間あたりで、その数字を探してあのそれをもうノートにつけてますから何番目をこうもう一回やれば分かりますわね、どれが揃うかっていうこと。そしたらあの小さいのはもういいわけですからね。ただ こっちこう 4.4 ミリぐらいになるともうこれ一つやったら置いといてもいいけども、これがもっとたくさんあるんやったらこれ全体をもっとこっち寄せなあかんですよね。1枚あるいは2枚ぐらいやったらなんとか置いとけるかなって気しますけども、もうちょっとあるんやったらこの5ではダメですよね。もっと これを全体を 4.3 か2かそのあたりまで持ってこんとダメですけどね。まあ、これはその調整をして、そして、小さいのは剃らなくていいわけですから、この大きなものだけそれに近づけるように剃ったらいいわけですよね。それを印ができますよね、ノートにつけてますから何番目っていうのを戻せばね。そしたらこれ今ちょっとね大きいんですよこれが、だいたいね、4.0 か1かまあ、3っていうのはありますね。これが大きいの、まあ、ただねこれちょっとノイズのね持ってきようで随分ちゃうんで何度か測り直してほしいんやけども、4.23 なんですけど、ここに 4.5 っていうやつがあるんですね。これなんかは小さくしてやらんとあかん。でこういう時さっき言いましたように平やすりを使いまして、まずはザクザクと落としてしまいます。どうやってね、これやね、平やすりね、これで大きさ揃えるんね。はい、これで揃いましたら、これもすぐ揃いますからね、うん、ちょっとやろう、うん、4.5 減らへん、4.4、減りまへんな、4.4 やね。はい、まあ、これでいきましょう。それで今度は丸やすりを当てて、で丸やすりのあのやすりの部分に刃が当たるところまですり込んでやって、さっきと同じよね。
はい、これはこの辺りで当たってきました。さあこれフックになってないか、横刃ですからこっちがこっちから見てやからね、こっち側から見てですかね。この場合は、修正する必要ないですね。さっき平ヤスリでやってますからフックになってませんね。こんな風にしてやる方が早いです、平ヤスリ使って、うん、それからまあ太い丸ヤスリでもいいですけども、これでねずっとやってたらなかなか治れへんですから、4.6 ですか今あったの。ですからこれこのやり方じゃなくてね、ノートにきちっとつけてやるともっとあの分かりやすいんですけど、まあこれもう置いときますわね。こうやってやっていきます。あと、デプスケージ、デプスはですねジョインターっていうのがあります。これまあ定規ですね、デプスケージのジョインター、こんな 0.65 ってあります。でこれがまあこのチェーンやったらそうですね、このチェーンのデプスは分かりますね、この出っ張りね、こっちです、ここに25って小さい字で書いてあります。そしたら 0.65 ってことです。はい、インチやからね、インチ表示、まあ大体 0.65 も多いですね。でこう当てまして、歯にこう当てて、そしてデプスゲージがこれよりも飛び出てったら高いってことですよね。そうすると台が高いから歯の出てる量が少ないってことですよね。そういう場合はそのデプスゲージを落としてやればいいんやね。でこのジョインターで見て触ってみるんですか、目で見るだけ、うん、触ってみてもいいですし、こう目で見てもいいです、うんうん、これから飛び出るようやったら高いです。出といて合わせてみて、そう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 、つらつらになるまで削る、そうですそうです、そういうことです。ただねこれこのまま削るとこれ削ることになるからね外してね、うん、ほんで削ってみてはめて削ってみて外して、そう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 、そして、平やすりで高い場合は平やすりで落として、そして進行方向のこの型です、はいはい、このとこ丸く、なだらかに仕上げてやってください。ちょっとね、ここのところをこういうふうに斜めでいいですここのところが当たるとキックバックは起こしやすくなるわけね、うん、はい、もう一回これいくね。これも同じ回数あの非常に飛び出てるのがあれば別ですけども、大体みんな揃ってるはずなんで、ほとんどかね、同じ回数やっていけば、そうそう、同じ回数2回なら2回、3回なら3回、それで肩を落とすと、こういうことです。進行方向ですよ、逆じゃなくてね。そしてこの高さを、刃の量を揃えるということです。だから大事なのは形を揃える、角度を揃える、デプスゲージを揃える、これをみんな全部ね揃っているのが一番切れ味のいいいいものになるということです。でか左右違うとか、すみません、たださっき言ったように1枚だけね、石が当たってちっちゃくなったというのであれば、それはそのままもう そこに追いつくまで置いといてもいいと思います。1枚のために全て触って小さくする必要はないんじゃないかなと思ってますけれども、それはもちろん触ってもらってもいいんですけどね、ですからあの石を当たって壊したら、一番いいのは全部触って同じ大きさにするということですけれども、まあ1枚ぐらいやったら、あのでもね、あんまり1枚だけっていうこともないんですよね。連続して回ってる時に石当たりますから、何枚かになりますが、そうするとやっぱり全ての刃を同じ大きさに揃えて目立てをするということになります。そうすると大体1時間かかります。この
32枚かな、1時間かかってきます。ですから、なんかするときに、作業するときにも、下にこう石がないかなとこう探ってね、やってください。でそのぐらいな、手間なようですけれども、これ壊したら1時間かかるんやと思うたらね、そう惜しいことでもないと思うんで、ぜひこう探って、できたらあんまりこう砂がついてたらこう払ってね、抜刀の時なんかね、やってもらった方がいいんじゃないかなと思います。別に損にはならんでしょう、はい。それからガイドバーの長さですけれども、今日、でしたね、枝払いしてもらった、はい、15インチの刃でやってもらったんですけど、他の使ってないからちょっと感想は分かれへんでしょうけども、短い刃を使う、ガイドバーを使う方が特に枝払いなんかはやりやすいのでね、あんまり長いガイドバーでやらないようにしてください。かえって疲れますし、刃も壊しますし、壊した刃目立てすんのも時間かかるしね、はい。だから14、15、インチです、こっちが外へ出てる長さのことですけれども、ところがね、この 50cc ですけれども、これ標準のガイドバーって18インチなんですよ。6センチ、さらに7センチぐらい長いかな。でそれが例えば初めて使う人であっても、そういう標準のバーを販売店はね勧めますから、前もちょっと言うたんですけど、その初心者で、やったらもうちょっと短いガイドバーの方がいいですよというようなね、アドバイスもしたらどうなんよって言って、販売店の人に、さっき言ったその弁当を食い来る人ですけどね、話したこともあるんですけれども、長いのはねやっぱり重いし、特に枝払いはやりにくいです、はい。15インチぐらいね、何ですかね、15インチぐらいですね、はい。それが使いやすいと思います、はい、はい。そしたらね、いいですか、さっきの点検整備とこれについて、見立ててどこを、決めようというか、一応ね、この今測った分、この刃の大きさですけども、4ミリが一応限界なんですよ。で今ここにガイドバー、ガイドラインが入ってるんですよ、これ。見てもらったらね、これが4ミリのガイドラインになる、ここまでは使うてもでもいいですよということです。そうそうですね、まだまだね、使おう思ったら使えんことないんやけども、三角形になるぐらい、三角形ね、三角形ですね、はい、三角形になる。だけどもね、あんまり小さくなると、これがこう硬いところに当たったらこう飛ぶからね、パーン、うん、先端が、そう、飛びましたか、いやいや知らない、はい、うん、飛ぶので危険ですよということなんで、4ミリを限界にして、ここでもう変えてくださいねというふうにメーカーは言っておりますね。そうですね。でこれ同時に、これどうも30度のガイドラインになってますんで、さっき言ったように、こんなの使わなくても今結構平行にヤスリを使えば楽にできます。ぜひですから、自分でやってください。ちょっと最初はあれでしょうけれども、そんなにこうどうじゃなきゃいかんということはないというか、やり方はね、でも正しい刃はありますので、その正しい刃を作るには方法はな、道具は別に、指定されたの、そのどうじゃなきゃいけないということはありませんので、工夫ですね、工夫してやってみてください。それからちょっとこう測るというふうに言いまして、わあ大変やなと思われかもしれませんけれども、そんなにしょっちゅう測らなくてもそうそう狂ってきませんので、月一遍とかそんなんで十分ですもんね、これもそんな高いもんじゃない、ありません、何千円やったと思いますよ、これ1万円もしませんのでね、揃えて、やってみてほしいなと思います。
絶対ね、使いやすい刃を作ってもたら楽に、仕事ができるようになるやると思いますので、楽しんでね、目立てもそれから仕事もね、できるようにやってください。